こういうジップで、ワンパッケージになったファイルがあるので、あとはこれをダブルクリックして Windows パソコンで、順番にインストールしていくだけで今日はおしまいです。その詳細はところが配布した、新しい教科書シリーズの第0章にも簡単に書いてありますので見てください。それでは今日はこれで終わります。それがまだ出てないので 6.0 を立ち上げます。まあこんな感じで Windows のソフトの一つです。 PTC の戦略でサブスクリプションということで毎年お金を払わないと使えない、それから新しいバージョンが出たら古いバージョンのファイルは読めるけども新しいバージョンのファイルを書き換えることは古いバージョンではできないという、絶えず新しいのを買わせようというする戦略が見て取れます。今この部分はズームのコントロールバーで、これがマスクの全体像です。一応ホワイトボードとかノートと同じような形式になっていて、ここにいくつかのタブがあるんで、まあやれることはここから選んでやっているということになります。一番最初に多分やるべきことは、読み書きだと思うので、読むときはまあこれでもいいですけども、この M のマークが基本的なメニューで、新規作成、作成、あ、消してしまいました。いろんなメニューがあって、まあ、読み解きはこの M のマークで行います。まあ、使うのは開くのところだけだと思います。ここで、ここら辺にちょっと書いてあるのは、ヘッダー蓋の部分ですけども、これは自分で指定することができます。ところの場合は、ここをダブルクリックすると、ここにファイル名、ここに、新しいバージョンですよということを示すための文字と、で、ここに保存した日付というのが貼るようになっていて、フッターの方にページ数が入るようになっています。もちろんこの辺に何か入れることもできますが、学校ライセンスなので、ここに非商用利用に限るという感じで、ウォーターマークというものが入って、それは消すことができません。またライセンスされたとここに何も書いてないんですが、ライセンスされてないと使用期間中ですよというのが、まあ鬱陶しい記事背景がついてるようであります。このヘッダーフッター部分は、このドキュメントでコントロールできますけども、テンプレートとして保存することができると。それがここにあります。開くというときに、テンプレートから開くとか言うので、ここでテンプレートを指定しておけば、そのテンプレートが開かれるので、僕の場合はファイル名と日付と、このロゴ等が、これがページ数になるというふうになっています。そのテンプレートはどこにあるかという情報ですけども、これ意外と探すのが苦労するので、ここですね、オプションというところがあるんで、ここへ見てみると、ここのところにどこのテンプレートを使うということが指定できます。で、これをテンプレート形式で保存しておけばそのものになるということであります。ここのところにテンプレートの関係があります。それからライセンスの関係は、
ここですね。ここでファイルを、ライセンスファイルを決めるか、もしくはサーバーでということで、情報処理センターのパソコンの場合は、サーバー上にライセンスがありますので、そのサーバーへ見に行って、同時に100台まで使えるライセンスになっています。で、僕の場合は個人のライセンスを買っているので、個人のファイル、まあ、テキストファイルですと、それを置いておくと、1年間は使えるということになります。さらに学校ライセンスで、先生用のライセンスが10人分もらえるんですが、今のところ僕が1個だけ、使ってます。それはパソコンの MAC アドレスを教えると、それに紐づいた、ライセンスファイルをもらえるので、そいつをこうやって入れておくと、ライセンスを取るっていうのが、まあ、やるとこが大丈夫ですよって感じてくるんで、これが基本的なほぼ全てだと思います。このライセンスさえうまくいけば、お金を払っている間は使えるということになります。例えばここのこうやって変えたりすると、保存してもいいんですけども、これマスクのシートなんで、テンプレートっていう形で、もし保存してやれば、まあ無駄になったので無駄でいきますか。保存としてやると、保存できるときに保存すれば大丈夫になります。これは変に書き換えるとまずいので、許可がいろいろになっているみたいで、で例えば新規作成すると自動的に、僕のテンプレートから読み込んでくるので元の状態に戻って、無題があったので無題の1号2号3号というふうに勝手に名前が付けられると。で実際に例えば使っとったようなファイルを1個ダウンロードしてみたいと思います。開くとして、マスクのファイルがいっぱい保存されておるので、例えばこれを見てみましょう。これがファイル名ですね。で、これが2月27日に保存したということが分かって、令和2年度の時にやっとったやつですということが分かって、まあ、円を描くような極座標形式のグラフ。それから3次元の XYZ 座標があるようなグラフ。そして、まあ、等高線みたいなグラフ。それで、まあ、いろんなグラフがあるよということが紹介されています。これは大体マスカットのイメージであります。はい。では、終わりたいと思います。割る方法は言っておきましょうか。まあ、普通は、名前をつけて保存しておいて、必ずワークシート形式で保存する。ちょっと油断すると勝手に印刷形式になってしまったりするので、必ずワークシート形式で保存するとまた使えると思います。これでまあ、今はこれなんですけども、保存ってやると、同じ名前の場合は上書きしてもいいかと言ってきてるんで、